こんばんは、フッティスタプロデュースです。 AI 任せディフェンスが崩壊し、どうしようかと思っていたところ、とりあえずプレスシとターマがマシになるなと分かり始めた今日この頃です。相変わらずスキルコンボなし、クラブホットラインなし、監督の威力なしの3票し揃った。スウェーデンでランクマッチに勤しんでおります。あと産卵始まった頃 AI 反応が良くなったと思っていましたが、そんなことなかったげに感想が変わりつつあります。それでは試合をどうぞ。久々に1試合口実況をやっていきたいと思います。最初からプレス全開でボールを奪いに行っております。プレスしてもすり抜けとかあったり、真空派ディフェンスがなくなり、相手も手前でつまずくだけが増えております。パスも相変わらずカットされるようになされます。ここも負けれれに素直に奪われたのはちょっとおってなりました。中盤だと重なるだけでスルーが多いので、ここは抜かれたら終わりなので、キーパーも見えない位置なら B ボタンをしてます。なぜかって飛び出さなくても決められるからに決まってるじゃないか。ダイレクトミドルの時もそうだったけど、シュートは飛び出して止めるんだね。さあ、ここから右サイドに渡るが、ドリブルで突っ込むだけという素晴らしい仕様が見れます。ホットライン1本ってのが、戦術を狭めてます。こっちは無理だ、こっちに。で AI を追加するか、素早いホットライン変更を可能にするかしないと、稼働前に大体的に歌った駆け引きなんかできねえぞ。試合も時間的にバックパスを保護しない設定になってるんだろうけど、何度もは無理だが、攻撃時1回は戻して、作り直すって選択肢は作れないだろうか。はい、やられました。まあカード移動もテクノ使ってましたが、うちはディフェンス力に自信なし2期なので、ある意味当然の結果です。正直、大差で負ける試合が多いのでなんか、ネタがない場合はそういう試合は挙げてません。さらに言うと、後半からはキルチョグルゴールチャレンジをしているので点もあまり取れません。この試合はどうかって一応ネタバレになるのでここでは言いません。そういえばディフェンスもクリアなんですが、余裕があっても普通にクリアしてるんですが、それは、と開発に問いただしたいと思っとります。フリーキックからの空中戦、なんかディフェンスがランプして、クリアが増えたんですかね。ダイビングヘッドでクリアっていうのも、見ました。あと、サイドから上ボタンでパスなんですが、なんで全てグラウンダーなんですかね。フライパス制度とかいう項目もあるんだし、そっちも選択を、全くしないもはムカつきます。ペナルティエリア内に3人いて、手前にディフェンスへラストパスで、クリアされると殺意も波動が出ます。ここもディフェンス完全に抜かれますが、キーパーがちょいオーバーラップで、ことなきを得ます。あんまりアルトどっかでシュート先に、打たれそうですが、どっちにしろ同じなのでこの戦法が、有効としてるうちは続けます。ここですが、ホットライン2番目で止める機能を、つけろと開始と一緒からずっと思っとります。1人目への A ボタンは、なかなか効かず、2人目はたとえ渡る前に、離していても素早い反応で、パスを出す。そしてそれがディフェンスの真正面にっていうシーンは見慣れました。あと、パス出した後、受ける方はボール来るの待ってるだけで、ディフェンスと競り合いすらしないってのはみが笑いしかれない。特にロングボールの時、ボール勝ちでディフェンスが勢いよく、チェックに来て、こけるだけって、せめて競り合いも、動きを追加しろしてください。このシーン、こけるシーンは気合い入れて、作ってるなぁと思う。フリーキックなんですが、壁に当たるシーンを見たことがないので、壁作んないで、ディフェンスにいてくれと思う。まあどっちにしても、シュート打たれたらディフェンスに歯当たらないですがね。前半終了。愚痴実況は結構めんどくさいです。そして、機械音声なので聞き苦しい点や、読みが違ったりするのもめんどくさくて、直さないので、このスタイルが気に入られているか、不安です。まあ視聴者も少ないのでどうでもいいか。時間を稼いだところでバキルチョグル兄さんを、投入し、先ほど見事なトラップでチャンスを、潰しました。そしてここで、ディフェンスが抜かれます。イサクションが間に合った。と思ったら、おなじみのシュートコースを当てるタッチングを、見せ、見事に右側を抜かれます。スタイリッシュな上とでも呼ぶべきでしょうか。兄弟だからアガールではなく、トルガン、アガールとフルネーム表記ですね。これでかわいそうと思うのは、デニス、チェリシェフです。実況だとデニスって呼ばれてました。最近聞いてないのであれですが、デニスって、ベルカンプもデニスアゴ、せめて、チェリシェフにしてやれよと。こちらも攻撃、いい位置にパスを出すのですが、ホットラインボタンのせいで台無し、チアっていう項目があったと思うのだが、こいつらはパス相手が囲まれてるのが、見えないらしい。完全オートだった WCCF なら、監督の期待以上のプレイが、畳みられたこともあったが、このクソゲーになって、監督の期待以下のプレイしかしなくなった印象だ。そこに出せばチャンス、と思ったところに、出したことをほぼ見ない。ここですが、キーパーを出しすぎずにうまく、調整できたと思う。あと、ディフェンスはもっと戻れ、攻められとるんやろ。まっすぐ戻れや、攻められてるんだからポジションの位置気にしないで、ゴールまで戻れや、ボランチもゴールまで戻ってええんやで、と十分戻る時間あったやろって時いつも、思う。そういこい言ってる間にゴールラインを守っているディフェンダーがチェックにすらいかず、ボールの場所だけ未来置きできるゴールキーパーもかわされ決められる。スローインの時は選手同士がごちゃごちゃポジション争いしてる感じで変更できないですかね。間抜けすぎます。試合再開、もうこの展開は慣れっこなので、あとはこっちも攻撃で、バキルチョグルに君どれだけチャンスを与えられるかしか興味がない。
まだうまい使い方は見つけられていません。アシストならたまにしてくれます。しかし相手も肩カード動かしてますね。あまり動かさないコッキとしてはご苦労様ですとしか思わない。お、珍しくドスリーで渡った。ちょっと待ってくださいよ。本当にシアって項目はないんだなと思う。早く実装をお願いします。プレスを押すようになった理由ですが、とりあえず押してたら思いもほか相手も AI もアホパスを奪ってくれる位置にいてくれることが多いのと、プレス押さないと手も足も出ないディフェンスが多少マシになったからです。どっちにしろ抜かれたら終わりなので、ここもやられますが、不遇のゴールキーパーの挙動が見直されさえすれば多少気が合うのかなとは思います。なんかテーマがあれば別ですが、ゴール後のシーンで間をつなぐのが苦手です。愚痴動画ですので大体愚痴を言ってますが、もうちょいでおられますが、ちなみにフレンドは募集してません。もう動画撮るための半人挙状態なのと、スキルコンボも使う気がほぼないし、カードにも興味がなくなり、カップ戦リーグ戦やらないし、このカードたちだから試合にも勝たないしなので、この愚痴実況スタイルは試合見直しながら入力してるので、気になった点があった後そのことについて語っている間、別の気になるシーンになってたり、展開がない場合関係ないごと喋り出したりします。しかしこのゲーム、ボール取れるタイミングでプレスいけたと思っても、急に止まって何もせず相手にどうぞって通過されるのが腹立たしい。途中で身を浮きするアクションは改善できんもんかね。あ、ここオフサイドの後なんかイサクションが煽り出して笑った。今更の交代シーンですが、あとちょっとで終わります。こちらも攻撃スタイルですが、一旦中央の誰かに預けてからサイドにフルで合ってます。そしてドスリーで受けてサイドで何もせず取られるがセットです。時間が来ました。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。